悪魔として恐れられた虫が大量発生しているそうなので捕まえに来ました。あ、飛んだ飛んだ飛んだ、倒れました。痛い。どうも、生き物亭の海星です。今日はですね、日本の産業を脅かす悪魔として恐れられた虫が住宅街の公園で大量発生しているそうなので、そいつを捕まえに来ました。おお、早速見つけました。これがその悪魔の虫がつくとされているクワという木ですね。クワは明治時代に日本の大きな産業の一つだった生糸生産の要となる蚕の餌として重宝されたのですが、狙いの虫はこのクワの幹を食べ進んで枯らせてしまいます。うわー、この辺とかひどいですね。この樹皮がめくれてるじゃないですか。これが今回探していく虫の成虫の仕業です。幼虫はこの木の中の芯の部分を食い進んでいって木を枯らせてしまうのですが、成虫は樹皮を噛んで木の表面を傷つけてしまうんですよ。木のね、内側も外側もどっちもやられてしまうわけですね。このように樹皮を食べた形跡があるのでいることは分かったのですが、これね、去年の食べた後の可能性もあるので、今年出た痕跡であろうフラスというものを探していきます。お、あそこにいる蜂のようなカラーリングをした虫はトラフカミキリですね。このトラフカミキリは今日狙っていく悪魔の虫と同じカミキリムシ科の昆虫です。こいつもね、クワを食害するんですが、あんまりね、クワの害虫として扱われるのを見たことはないんですよね。ちなみにクワの害虫としてよく扱われるのは今日狙っていく悪魔の虫と、もう一種類キボシカミキリっていうカミキリムシもよくクワの害虫として挙げられたりします。うわー、おー、すごいすごいすごい。こいつ今産卵管を伸ばして産卵してる。今ね、産卵管が伸びてたのがわかると思うんですけど、ほら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 、産卵管伸ばしてるでしょ。これね、樹皮とかの隙間に産卵してるんですよ。うわ、レアな映像撮れたな。あー、いるいる、ほら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 、産んでる産んでる。うわ、めっちゃレアな映像撮れた、すげー。これがね、トラフカミキリの産卵ですよ。こんな風にタマムシみたいにね、産卵管を伸ばして樹皮の隙間とかに卵を産んでいくんですね。うわー、すげー、これは興奮しますね。うわー、こんな光景見れると思わなかった。結構奥まで入れるんだ、すげー。うわー、産んでますよ産んでますよ、ほら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 。いやー、この樹木からね、数年後にトラカミキリがたくさん出てくることでしょう。これね、何気にあんまりたくさん見れない種類なので、すごい嬉しいですね。こうやってちゃんとね、命をつないでってくれてると。いやー、また再来年が楽しみになりますね。はい、これがおそらく今回探している虫が排泄した糞と木の内部を潜行した時に出てくる木くずが混ざってできたフラスと呼ばれるものですね。これがあると今回狙いの虫がいる確率がぐっと上がります。最近の気温はとても暑く、長期間外で活動していると熱中症などの危険が高まるので、昆虫採集は短期決戦が望まれます。なので今回は効率を重視して、こういった狙いの虫がつくクワの木を蹴っていきます。蹴る時のコツは、木の表面を蹴るだけでなく木の奥側まで蹴り抜くイメージで蹴るといいですね。ただあんまり細すぎる木をそのイメージで蹴り抜くと折りかねないので、まあそこは調整が必要です。それじゃあ先にこの木を蹴ってみますか。あー、ボトって言わないから多分落ちてないですね。今回狙いの虫そこそこ大きいからね、落ちるとボトって言うんですよ。ちなみに私はとある特殊な事情があってサンダルを履かざるを得ないのですが、皆さんはこういう藪の中に入るときは必ず長ズボンとしっかりとした靴を着用してマダニの侵入を防ぎましょう。私はどうしてもサンダルを履かなければならないので、マダニ対策のスプレーなどで対策をしています。お、この木なんかもいいですね。これも蹴ってみますか。ただ蹴るときに大切なのは、こういう表面にいるちっちゃい虫たちを蹴って潰してしまわないように気をつけることです。ちゃんと蹴るときはね、蹴る位置に虫がいないか確認しましょう。この辺はいないですね。お、落ちないか。落ちないですね、意外と。こっちはどうだろう。ブーンっていったな。なんだ、あ、キマダラカメムシか。この木は多少太くて虫もたくさんついていそうですね。ちょっと蹴ってみますか。お、なんか落ちた音したな。どこだろう。下がコンクリートじゃないから見つけづらいですね。見失ってしまいました。これもクワですね。蹴ります。葉っぱは落ちますね。こんなところにキマダラカメムシがいますね。キマダラカメムシはもともと外来種のカメムシなんですが、最近では関東などで最も一般的に見られるカメムシになりました。洗濯物とかにつくと匂いがえげつなくてちょっと嫌われがちなんですよね。あ、トラカミキリ、よし、捕まえました。トラカミキリですね。トラカミキリも木蹴って落ちてくるんだな。なんだ、落ちてるじゃん。いたいた、狙いの虫取れました。今回狙いの虫こちら、
クアカミキリです。幼虫時代はクアの内部を食べ、成虫になるとクアの樹皮を噛んで傷つける厄介な害虫として恐れられていた虫です。もう首をこすり合わせてギュリギュリと鳴いていますね。実は日本国内のカミキリムシで最大種のシロスジカミキリに近いシロスジカミキリ属のカミキリムシで、クアやイチジクで育つことができるため、都市部などでもかなり数多くの個体が生息しています。もう顔面がまるで悪魔のようですよね。この鋭い大顎にギョロッとした目、ただ私はこのねギョロッとした目と鋭い大顎がとてもかっこよくて好きなんですよね。うわこれはモザイクかな。やっぱり人通りの多い公園の関係上、人に潰されてしまって死んでしまったクアカミキリの死骸にアリが群がっています。まあこれも食物網ですね。ちなみに皆さん食物連鎖っていうワードはよくご存知だと思うんですが、最近ではね食物連鎖って食物網っていう大きな括りの中の一部分でしかないっていう考え方が主流なんですよ。食物網っていうのは食物連鎖のように草をバッタが食べて、バッタをカマキリが食べて、カマキリが鳥に食べられるみたいな一方向の関係性だけでなく、いろんな昆虫が関わってきて、草を食べるのはバッタだけではないし、ガの幼虫や蝶々の幼虫も食べるし、バッタを食べるのはカマキリだけでなくカエルなども食べるし、そのカエルはたまにカマキリに食べられることもあれば、カマキリはカエルに食べられることもあるっていう、そういう複雑な関係を図にしてみると、網のように複雑に生物同士が絡まり合っているよねっていう考え方が食物網です。最近では食物連鎖っていうワードも古いらしいんですよね。まあとりあえずこの木蹴りますか。虫はいないですね。せっ、お、落ちた。せっ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 しゃ、いない。これどうだろう。せっ、お、落ちた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 。よし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 、やったー、よかった。なんか思ってたより少ないから焦り始めちゃいましたよ。これがクアカミキリです。ちゃんと蹴ったら落ちてきますよね。これもクアですね。ほんとこの公園クア多いですね。うーわー、あそこにめっちゃ新鮮なフラスがある。この公園やっぱりクアカミキリ多いみたいですね。すごいわ、こんだけ新鮮で大量のフラスがあるなんて。カミキリ好きの私からしたら天国なんですけどね、公園を管理してる人たちからしたら地獄でしかないかもしれません。いやー、最低でもね5匹は見つけたいですよね。まあ始めてからまだ30分も経ってないのでこんなもんでしょう。よし、とりあえずじゃあこれも蹴るか。せい、なんかたくさん落ちた気がするけど、ただの実な気がする。クアの木って蹴ると実とか枯葉とかが落ちてくるから、意外と虫が落ちたと勘違いしやすいんですよね。紛らわしいです。これもなんかいい雰囲気だから蹴ってみましょうか。せい、あ、飛んだ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 、よいしょ、取った。あー、落としちゃった。あー、飛んでたの、よかった、取れた。いや、蹴ったらねびっくりして飛んでっちゃいましたね。危なかった、取れてよかった。これはおそらく大きさからしてメスかな。でかいです。うわー、めっちゃ蹴りにくいけどめっちゃ隠れるとこ多そうだから、これ蹴ってみましょう。これはねいる気がするわ。低い位置から蹴ろう。あ、ていうかいるいる、下にいた、ほらここにいますね。あ、そっか、この時間帯下に隠れてることもあるのか。なるほどね。じゃあこの子も回収しちゃいましょう。はい、確保。これもなかなか立派なサイズ、いい顔してますね。さあ、これがこの公園で最後にまだ蹴ってない木になります。これがもう最後の本命ですね。いやー、これいるかな、いるといいんだけど。いきますよ。せ、道路側には落ちてない、多分そっちの藪側に落ちましたね。まあまあまあ、こっちがあるから。せ、ちょっと待って、今いたんだけど、今多分いたんだけど、どこだ、どこ行った、今いたよな、絶対今絶対いたよな、ボトって行ったもん。え、どこ行った。あ、痛い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 、ちょっと離れて。あ、よかった、一応取れたけど、痛い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 から痛いから痛いから痛いから、指につかないで。ちっちゃくて可愛いけど痛さは可愛くなかった。うわー、噛まれたくなかった、こいつの大顎には。ちゃんと最後に蹴っておきましょう。せ、あ、いた、よし、最後にちゃんと蹴ったら落ちた。あー、ちょっと待って、逃げないで。あ、痛い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 、よいしょ、やったー。はい、最後に中ぐらいサイズのクアカミキリ取れました。はい、今回捕まえていたこちらクアカミキリなんですが、分類は甲虫目カミキリムシ科フトカミキリア科のシロスジカミキリ属に分類される昆虫です。ちなみにカミキリムシっていうのは、今この地球で一番種数が多いのがこの昆虫の仲間なんですけど、その昆虫の中で種数が多いトップ3のうちナンバー3に入る昆虫です。ナンバー2がゾウムシで、ナンバー1がハネカクシの仲間ですね。まあ、その種数の多い昆虫の中では割と大型種も多いということで、結構人気があってもいいかなと思うんですが、意外とそんなにスポットライトの当たら
ないちょっと不遇な昆虫だったりしますね。ちなみにこのカミキリムシ、ゴマダラカミキリという最も一般的に見られるカミキリムシや柑橘類、このクワカミキリやキボシカミキリなどはクワやイチジクなどの類を食べて傷つけてしまうことから、よく害虫として扱われてしまう昆虫でもあります。この子たちの生態として、幼虫は木や草本の内部を食べ進み、成虫はその葉っぱや幹、そして花の蜜などを舐めるという習性を持つのですが、やはりその習性が人間の生活には適さなかったということで、害虫として扱われる種類が多いように思います。ただね、こうしてみるととても鋭い大顎やこのギョロッとした目もとてもかっこよくてね、あ、なんかうんうんうんって言ってますね。このカミキリムシ、本当はすっごくかっこいい昆虫なんですよ。まあ噛まれたら危険ですけど、それはクワガタムシやカブトムシだってね、挟まれたら危険で一緒なんで、皆さんもねちょっと偏見をなくして、このカミキリムシ実はとても身近な昆虫なのでね、ぜひ探してみてください。日本において最大とされるカミキリムシはこのクワカミキリの仲間のシロスジカミキリなんですが、他にもね身近な環境で見られるものだと、このクワカミキリやゴマダラカミキリ、そしてキボシカミキリ、あとは少し頑張ったらね、ホシベニカミキリっていう赤いかっこいいカミキリムシなんかも見られると思います。この地球上でとても種類の多い昆虫の中のさらに3番目に種類の多いカミキリムシですから、きっと皆さんの好みに沿ったカミキリムシがいると思います。皆さんもね、ぜひこのカミキリムシを押してみて、身近な昆虫への興味を深めていってください。それでは今回もご視聴皆さんありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。